ドロードってなんか聞いたことあるな。これやってみようか。おお、出た出た。よかった。オッケーですね。さっきの、だから、オートで音をなくしてしまったんですね、僕は間違えて。何これ？あ、そういうことか。何これ？ドラえもんちゃうの？これ。ドラえもんみたいな感じですね。なんとなくですけどね。あら、なんだこれ。うわ、崩れちゃった。結構切ない死に方しますね。ドラえもんみたいですよね、なんかね。ドロールね。名前は聞いたことありますよ、ドロールって。これ下に、どうやって行くの、下。切ない死に方。下、どうやって下行くんやろうな、これ。あ、なるほど、そういうことか。こうやって行くんやね。ああ、むずい。あ、まだ残機あるんや。まだある。これ何をすればクリアなんでしょうかね。敵全部倒すのかな、それともゴールをどっかにやる、ゴールを探すのかね。まあでも最後の残機やから。うわ、なんだこれ、倒せないよこいつ。なんか女性のキャラクター、敵みたいな。あ、あれ、敵じゃなかったのか。あ、行き止まりや。あ、上かな、今の。一番上のとこ行きゃいいのかな。多分ね。あれ、行けないやん。なんでこれ、あ、そうか、そういうことか。上と下、こう、どっちでも行けいいわけやね。歩いたり、空飛んだり、どっちでもできるわけですね。おお、危な。こっちも行き止まりやんね。どうしたらいいんやろうな、これ。敵を全部倒せばいいってことか。よし、上、ここはいなさそうやな。一番下が結構敵多いからね。あ、でも上も敵できたね。敵はいくらでも出てくるのかな。ゴールを探すって感じかな。あ、死んだ。空飛んだまま走ってたら上に扉あるときは行っちゃうんですね、勝手にね。うん、あ、でも音が出るようになってよかったですわ。